DS BDS。 Hey guys, my name is Kyon とね、たびたびね、コメント欄にあるね、高い声が無理っていう人がね、いると思うんで、今日はね、低い声でやっていきたいと思います。はい、僕ちょっと高い声出たらね、お尻叩くんで、頑張ります、今日は。で、なんで僕がね、高い声になってるかというとね、やっぱね、最初さ、盛り上げないとダメじゃないですか。出だしが感じじゃないですか。って感じで、まあ、こうね、上がって、どんどん落ちていくってスタイルだったんですよ。日本人と言ったら、餅つきですよね。餅つき系 YouTuber になってるんですけど、今回は、プルルーバシーンガムー。餅ついてきてと、思います。これ700円ぐらいするんで、超高くね。もう卵だね、卵。変わったのが入ってる。いいね。バブルガム。なんでガムをね、つこうかと思ったかっていうと、もう噛むの大変じゃないですか。けどさ、めっちゃね、風船膨らませたいっていう人のために、もうついちゃえばいいんじゃないかっていうね。あと、その、風船力が上がる。プラス、味が落ちず、もちもちして、餅ができるんじゃなくてね、思ったんで、今日やっていきます。すいません、入れてるところね、取れてなかったんで、ちょっと入れ直します。おりゃー！うわー！めっちゃいい音！すごい綺麗ですよね、これ。これ ASMR じゃないですか？これで200個ぐらいです。めっちゃ多いよね。多分1500円ぐらいかな。はい、蓋がないんでね、ラップで蓋します。ではね、蒸す、やります。蒸して柔らかくしないとダメなんで蒸します。ちゃんと蒸せるか。はい、蒸し終わりました。うわぁ、なんでこれ白玉になったな。え？やばやば。着色全部落ちっとる。お！めっちゃ柔らかい！よし、つこつこつこ、チャンスチャンス、スイッツーワンゴーシュー。さあどうなるか。はい、というわけでね、つき終わりました。もう4回ぐらいね、つきつきボタンしましたね。おー、もうパッと見、餅ですね。ところどころかけらがあるのも、まあ、いいかもね。では、食べていきましょう。ガムガムつきつきマッシュポテトと、餅つきの底に溜まった砂糖と着色。これは水でね、薄めて飲む。これ多分めっちゃ甘いと思うんで、いいと思うんですよね。いい感じ。では、いただきたんき。つきたてってことは生ですよね。生ガム、初めてです。うん、わ、いいね。なんかすごく体に悪そう。あの、良い子は絶対に真似しないです。やっぱつくってことは、なんか水入れて、蒸気で柔らかくするんで、ちょっと水分が多めなんですよね。ああ、うん、薄い、薄い、薄い。でかいガムの完成です。ちょっとね、サランラップでね、保存していきます。あの、冷凍すれば気持ちつくんで。はい、って感じでね、ガムをね、餅つきでつくとね、まあ、こんな風になりました。白玉になってね、ちょっとびっくりしたんでね、ぜひみんなはね、僕の動画で満足しましょう。でんでーす！ I bless you！ PDS 株式会社。